福ちゃん可愛い、ありがとう。母さん花束ありがとうございます。こんびゃんは。謎解きゲーム楽しかったです。超絶久しぶり、イヤホイ、イヤホイ。謎解き、いや楽しかったよあれ。難しかったよ、わからんってありさ。全然わからんやった。もうミネオ師範、ミネオ師範のファンの方々のがもう全部解いてくれたから進めた。そうナイスって感じ。こんばんは。意外と難しかったよね。かどうやって考えたんやってぐらい難しかった。りんたろーさん、やすべさん、てっちゃんギフトありがとう。ギフトありがちょんまげ。ひとりごとさん、お疲れありがとうございます。わからんやった。ミービーわかった逆に。絶対わからんやろ。ミービーとか絶対わからん。アイスはわからんよ。アイスはわからん。ミービー絶対わからんやろ。今日おしゃれ。ありがとう。新しい服を出しましたわ。今日のおために。そう、これまだ一回も出してない。今季この前買ったやつ。この前買ったやつ。謎解きイベントはマリーナホップのマリーナホップにその謎が仕掛けられて、それ謎がね、何個か仕掛けられてあって、それをそう解いていくんですけど、意外と難しかった。意外とというか、もう全然わからんかった。ありそう。全然わからんやったね。そう楽しかったです。でもそう楽しかったです。ちょ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 、みちゅ1問解けなかったで。嘘でも、みちゅのファンの方々は頭良さげだった。早かったもんね。みちゅが一番手にゴールしたい。早かったね。こんばんは、ひろたんたん、ぴょんちゃん、りんたろうさん、ギフトありがとう。解いたらそう、ご褒美があったい。一緒か、解いたらね、そのご褒美が豪華だった。豪華っていうか楽しかった。そうすごかったよ。やすべさんかわいい、ありがとう。ちょんまげ、切れ者、キレシャ、キレシャ。そういちろうさん、やすべさん、ハッシー、ギフトありがとう。観覧車の楽しかった。今度乗ろうな。でもあいつ観覧車じゃなくて、あっちが良かった、バイキング。わーって感じ。そう、優雅な感じもいいけど、観覧車のわーって感じが良かったな。絶対楽しくない？って感じだ。カラコンやろ、ハートありがとう。どっちの方が楽しいよ。お嬢様学校の制服。お嬢様学校の制服っぽい。頭がいいから、なるほどね、さすが。ああ、トリコボードさん、ハロウィンキャンディー、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。
またまたね、あったらいいのにね。あれ楽しそう。また問題考えるのが大変だけど問題は考える方が大変やけど、またやってほしいですね。あれ今度はミルクの砂糖とかでやろう。ありそう。お嬢さん、はい、何でしょう。何でしょう。え、靴可愛かった、靴可愛かった、ありがとう。靴、靴はあれ、あれだ、あのブーツ、ブ、え、なんていうかね、ヒール、ヒールがついてるブーツ。そう、可愛かったでしょ。でもあれ履けたのすごい、めっちゃもう小学生ぐらい。それは嘘、中学、え、それも嘘か、小学生ぐらいに履いとったやつやもん。そう、履けたのすげえ、あれまだ履けるのの自分すげえと思った。金レコさん、金レコさん、その略し方初めて聞いたけど、金レコさんおもろい、初耳学。金レコさんね、確かに。金レコさん、こんばんは、こんばんは。躍動感ないやつはない。そう、フラッシュでなんか撮ったら躍動感出そうと思ったわけじゃないんやけどね、全部ねあんな感じやったっけね、ない。ごめんごがんばんばん。謎解きめっちゃ難しかったよ、ワシューザンハイランド。やばい、いね、バンジー、バンジー、バンジーもうできるか分からん、もうできるか。一回やったことあるけど、あん時のアリサはなんかそう、なんかもうね、怖いもの知らずの人間やったけさ、そうイエーイって感じで、もうでこね、絶対死なんって思ってたんよ。そう、死んだらもうね、冷静、冷静だから死んだらもうやばいやん普通にね。死んだらやってないわけやからさ、絶対死なんわと思ってからそういけたんよ。でも今はもうできんかもしれん。できんかもしれん。またさあ、とうとうだるまありがとう。いや泣きはせんけど、別に泣きはせんけどできんかもしれん。あ、りんこちゃん、さやちょ、バンジーやったよ、2年前ぐらい。マカオタワーとかは無理、無理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 、マカオタワーとかは無理。どうせいかんよ、瀬戸内やないけ。瀬戸内じゃないから絶対いかんから大丈夫、大丈夫、ぷい大丈夫ぷい。ついにテレビ局の取材の人と仲良くなった、誰、アリサのこと褒めてた誰、なんで、どういうこと。そんな人おった、誰、誰やろ。顔も声も可愛い、ありがとう。九州のとっつぁん、とっつぁん、とっつぁん、3、2、1、50、パンチーパンチー、ずっといた方、ああ男性の方みたいな、リュック、リュック背負ってた人。リュック背負ってた人かな。なるほどね、あの子、あの子、あの子、間違えた。あ、間違えた、 DSS の方なんですか。リュック背負ってたよね、なんて言ってた、あれじゃなかった。
いや、ちょっと聞かせてよ。なんて言ってた。なんて言ってた。そんえあのあの方、アイちゃんのこと知ってる？そんなしゃべったことある？なある？ない。ナベさんと仲良くなったよ。あのね、金レコさん、金レコさんよね、肩やな。ウケる、ナベさん。ナベナベナベシュンナベシュン。アリサはマネネ。なんか知らんけどさ、ずっとついてきて、ずっとついてきて。そう、ずっとついてきてて焦った。そうで、観覧車乗るってなって、イエーイってなったけど、そうなんでか知らんけど、なんかそうマネネかもしれんし、マネネじゃないかもしれん人がなんか乗ってきたからびっくりした。そうなんでって感じ。あいさんお鍋さんがよかったわ。あいさんお鍋さんがよかった。りんたろうさん、ハートありがとう。マネネかもしれんし、違うかもしれん人。正体不明の人がついてきてた。おうめ来た？メール届け。メールや届け。こんばんは、こんばんは。めっちゃ照れてた、確かに。確かに。おめえ、嘘、可愛すぎた。嬉しい。まあ、ありまねね推しということでね、みんな。みんなありまねね推しということでよろしくね。こんばんは、こんばんは。え？一緒に乗って。嬉しい。そうそうそうかな。そうなんかな。どの人かしら。そう、正体不明、正体不明よ。でもなんか隠れとくみたいな言ってた昨日。そう、明日はもう隠れとくからみたいな言ってた。バレンみんなにバレンようにをずっと隠れたかとか言っとったら、普通に隠れてなかったよね。アリサコがいい。アリサコね、嬉しい。よろしく、アリサコ。アリサコンビ。アリサココンビ。サイモンさん、ハートありがとう。アリミチが好きだよ、ハート。嬉しい。ミチ可愛かった、今日も。12プロの女よ、ミチ。いいな、12プロ。一足お先に12プロになってた。アリマリしか、嬉しい。アリマリ、アリマリ推し。ピーピーピーズ。アリミチュ、アリミチュ、アリマリ、アリマネ、アリマネネ。アリサとオリマネ、アリマネネ。いいね。5G、広島駅、え、
らしいね。なんか広島3カ所ぐらいしかないらしい、言ってた。あれってさ、どういうこと？ 5G も使えるけど、あの 5G が通ってないところは 4G で、何この10とかと同じようにやるできるってことよね。 5G 使えるところは 5G でなんか早いよみたいな感じ。ふーん、はい、あーなるほどね。 5G も 4G も使えるってことか。なるほどよ。にゃりふやのひさあ、もうさ、バラありがとう。都会の駅周辺だけ、都会のなるほどね、都会だけか。順次展開中。山とかおすす全部 5G を通すまで時間かかるってことか。12プロ買っちゃいました。いいな。待ってなさい、アリさんも買うよ。アリさんも12プロにするよ。でもあのママとパパがでかい方の12プロマックスの方を狙ってるから、あれはまだじゃないですか。11月入ってから予約ができて、そう12月ぐらいに機材が届くらしいんですけど、そうだからママとパパがプロマックス狙ってるから、その時にそう一緒に、アリスはプロマックスじゃなくていいんやけど、別にそんなでかい、でかくなくていいんやけどそう普通にテールプロがいいんやけど、だからね、一緒にやろうかなって思ってるから、アリスはまだだよ。いえ、お揃いになる。イエーイ。ヤスベさん、ダルマありがちょう、ありがちょう、ちょんまぎ。でもみんな何色にしたんです？ミニにするか迷ってる。ミニね、え、ミニってさ、そんなちっちゃい、あんま変わらん？これよりももうちょっとちっちゃい、10、これ10よりももうちょっとちっちゃいぐらいなんかな。ミニ、うん、でもちっちゃい方がいいけど、ミニまでちっちゃくなくても12プロが絶対人気やろね。12プロ何色にしようか。シルバー、シルバー一番人気って言ってたわミニは8ぐらい。ああ、8ね、もうちょっとちっちゃか。8どんぐらいやったっけ。8持ってたよ。なるほど。黒、やっぱ黒、アリさんもシルバーか黒にしようと思ってる。ゴール、シルバー、ゴールドが一番人気やったっけ。どっちやったっけどっちやったっけ。ゴールドやったっけ。一番人気ゴールドか、シルゴールド黒だったっけな。2番目黒だったんや絶対。テールブプロ何色がいいと思う？うん、まあ、カバーするけど、どうせカバーするけど、でも色大事やん色大事よ。ゴールドか黒か、どうしようかな、色迷うよね。なんかあのテールブプロの方がテカテカなんですよ。エナメル素材っていうか、そうそう、まあ、そうなんだけど。そうなんだけど、エナメル素材だからプロの方がかっこいいよ。今白なの忘れてた。アリサ何色？アリサはピンクゴールド。じゃーん。天のピンクゴールド、ベージュみたいな色ですね。いいわ。キラリラリラーン。そう、ゴールドパリゴールドでも黒もかっこいいよね。いやーって感じで、黒かゴールドか
ゴールドか黒やな。そう、迷いに迷って決めよう。ベージュダサいとか言うなよ。ベージュじゃない、ピンクゴールドっていうカラーです。これピンクゴールド、ピンクゴールドですよこれ。ベージュじゃん、可愛いでしょ。ゴールドいいと思う。ゴールドね、ゴールドか黒やな。やっぱりその二択やな。いつも黒にしちゃう。黒携帯いいね。ピンクゴールドね、絶対この色絶対人気やった。ピンクゴールド絶対人気やったよ。テン、これはテン、楽しみだな、楽しみだな、楽しみ。今日の声めっちゃ好きだな。嘘、嬉しいな。今日はこれはアリサが一目惚れしたブラウス、最近買ったんです。これザラですこれはザラです。一目惚れしたザラの新作のや、あの何ブラウス、絶対これめっちゃ人気って言ってた。それと下は Call me baby。 ソラハとあのカフェに行った時に白、はい白着てたんですけど、イラチで黒もゲットしました。これでめっちゃ長いよね。これめっちゃ長いかも、ちょっと短くしたんやけど。そう、どうやったらなるかな、下をちょっと下をこうちょんちょんちょんって切りっぱなしにして、なんかリメイクしたいめっちゃ長いんですよこれ。めっちゃ長くてさ、厚底履いてもめっちゃ長いからちょっと短くしたい。うん、大人っぽい。おお、出た、ほんとー、嬉しい。ザラネットじゃない、お店です。お店行きました。靴とか靴はブーツ、そう、秋冬用のグレーっぽい。黒にしたらそう暗すぎくなるから、全体が。そう、ブレてないそれがねないんです、申し訳ないことに申し訳ないことに、あのね、全部ブレてまして、ほぼ微妙って感じの写真はある。微妙って感じの、ブレてるかブレてないかわからんってぐらいの写真はある。フラッシュでね、そう、マリナに撮ってもらったから、なんかフラッシュしたらブレるんですよ。なんかね、なんでなんでしょうね。お母さんハートありがとうでもこれは確か一番躍動感あるの選んだ。めっちゃスカートが舞ってるやつを選んだ。週刊誌に撮られちゃったか、おもろい。確かに確かに、見て、白バイ乗ったのもうマリホにはキッズが乗るやつ、めっちゃちっちゃかったわ。もう足入らんかった、ちっちゃすぎて広報大使として白バイに乗りましたもうちっちゃい、もう幼稚園ぐらいの子が乗るやつが、もう足折れるかと思った。もう足収まりきらんやった足長すぎですアリサが足収まらん、収まらん、ほんまに一生懸命撮った
ぴったりじゃないよ。全然ぴったり、ちっちゃすぎ、ちっちゃすぎよ。白バイ、白バイ。ブー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 。せのいせ。全然してないけど。全然してないけど。パトカーもあったけど、白バイの方がかっこよくない？白バイ、白バイがよかった。白バイに憧れたから白バイ乗った。しかも最後バイキング乗ったんですよ。そう、みちが一番ね、ノリノリだった。アイスも乗りたかったけど、バイキングで、ね、そう、みちが一番ノリノリで、バイキング乗らないって言う。マリナとみちとバイキング乗った。楽しかったよ。乗れた、あれ結局乗れたよ。バイキング乗ったことないかも。あー、バイキング楽しい。バイキング結局乗った、あれ。でも、マリホの、バイキングは優しいね、優しめ。全然苦手とも全然いけるよ、あれは。優しめすぎ、優しめ。歌唱力みたい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そう、今日もね、いっぱい頑張れって言っていただいたので、頑張ります。頑張るぞ、頑張るぞ。頑張るぞ。みちゅう、みちが一番ノリノリだった。そう、かわいい。USJ フライングダイナソーとハリドリ以外乗れる。それ乗らんと意味ない。フライングダイナソーマジ楽しかった。マジマジ真面目に楽しかったわ。ピュン、いけー、飛んでるって感じ。自分飛んでるって感じ。でもさ、あれさ、なんか上、なんかさ、こう、なに、こう正面向いとるとするじゃん。そしたらビョーンってこうなって、このまま進むんですよ。こう下向きながら。鳥にこうビョーンって掴まれとるみたいな感じでこう進むやん。でもなんかこう上向く時あるんよね。その時ね、ガガガガガガガってなってね、頭めっちゃね打ちつけられるんよ。ガガガガガって。だから絶対ね、あれアホになると思う、降りたら。あれ絶対降りたらね、頭アホになっとると思う。あ、ガガガガガってからこう上向いとる時にココ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 コーンってなって。そう、絶対もう脳の細胞がちょっとずつ壊れていく、あれ。もう絶対もうあれバカになっとる。楽しいよ、全然怖くない、楽しい。景色めっちゃ、そう、見開いてから景色めっちゃミント。あれは意味ない。そういう、わーってこう飛ぶやん。知ったらこうなんか急に後ろ向くね。急になんか一瞬暗くなってから後ろ向くんやけど、そしたらゴン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 前方向のやつは乗ったんですけど、あのバックの後ろ向きに進む方乗りたかったけど乗れんかった。あれピヤーン、後ろ向き乗れんかった。ピヤーン、ジェットコースターめっちゃ好き、あれさ。ジェットコースターめっちゃ好き。そう、次ね、次のスチューデント、来週
からですっけ、来週からのスチューデンツ、なんとミルクの里なんです、インスチューデンツインミルクの里、来週、来週よね、11月から、来週ですね。え、明日、ん明日月曜日だ来週ですね。そう、スチューデンツインミルクの里、イエー、ミルクの里とは、まあ広島だったら広島で、まあいい感じの遊園地って感じマリーナホップはちょっとあのお子ちゃま向けの遊園地なんですけど、ミルクの里は中学生高校生ぐらいまで楽しめる遊園地になっております。そう、ミルクの里初めて行ったの、小学生の頃行ったことある、ほんま。アリさんもなんかなんかのね、なんかのイベントみたいなやつでなんか一回外外見を通るぐらいそのミルクの里のパーク内には入ってないんやけど、そう、外側を通るぐらいはしたことあるよね。なんかその乗り物があるところとかを見たことはあったけど、入って乗ったことなかったっけ、初めて、USJ、 まあそんなもん遊園地です、広島の福山、福山ですね、広島というかパンジュルさん、ゲストありがとう、ぜひぜひ見てください、遊園地ロケやりたい、アリサもっともっとやりたいでも絶対何こうヘルメットからちょうちんあんこみたいにこうカメラで撮るやつで、あの顔撮られたらやばいとそうやばいと思うけど、そう、そのリアクションとかはあんま見んでほしいけどめっちゃやりたい。そう、でもあれかな、GoPro、 そう GoPro、 GoPro、 いやそれはあれだよね、ロケ、ロケやりたいけど、ロケで行くより普通にね、メンバーとプライベートで行った方が絶対楽しい。それはそう、それはそうだな。ハロプロの試合やめて、 GoPro、 GoPro、ゴーゴーパラ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 、でもめっちゃアリサうるさい、めっちゃうるさいですよ、喋る、めっちゃ焦ったらめっちゃ喋る、急に、いやめっちゃうるさいですよ、やばい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 、やっぱ無理かもしれないみたいなめっちゃ喋るよおもろい、めっちゃしゃ、めっちゃ喋るやん言われたうん、そう、乗る前とかは、並んどる時とかはもう全然余裕よこんなんとか思っとるけど、そう、いざハリウッドじゃない、なに、フライングダイナソーの椅子に座ってから、そう、ギョーンってこう体勢がギョーンってこうなったら、やばい無理やばい無理かもしれない、もう無理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 ってなって、めっちゃしゃべる死ぬってずっと言う、あ、もうこれ死んじゃう、バイバイって感じめっちゃ喋るよそう、でも喋らん方が不安になるかな、生きとる、死んだかなみたいなそう、喋らん方が心配ならん、そうマリナとか全然喋らんからさ、マリナもまさか怖すぎて死んだと心配になる全員なるよな、みんな、そうだってさ、ジェットコースター出発し始めるときに手振る人おるやん、あれの精神がようわからんもんそう、なんかもう行ってらっしゃーみたいなさ、外で手振っとる人はまあ分かるけど、行ってきまーすみたいな感じで、もう進み出しとんのにさ、手振る人おるやん、あれよう分からん、無理くない、手離れんくない手離
別に怖くはない、楽しいけど、そで怖くはない、怖くないけど別に手は触れんそんな余裕はないいつも思ってたんよ。しかもそうハリウッドじゃない、何フライングダイナス乗った時さ、ずっとさこう下向いとるからさ、下におる人が見えるじゃん。そしたら下からさこうめっちゃ手振るやん。だからあの人たちのんきでええなーって思わんでもめっちゃ思う、そう思う、あやばい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 って感じの気持ちになっとるからさ、下から手振るな、のんきやな、のんきすぎるやろってずっと思ってたでもいざ自分が下に行ったら手振りたくなるよね、行ったらーみたいな感じで一番性格悪いやつそう自分が乗っとる時に手振られたらもう手振るなよーみたいな思うけど、でも自分がいざ下に行ってこう今から行く人たちを見たらなんか手振りたくなる、バイバーイってバンザイ状態だったら楽しかったんで離れんもん手こうやってあーってできんもん、もう手離れん手離れんってバンジージャンプはもうやばいよ、もうバンジージャンプはもうね、もう自爆やん、あんなもうね、ジェットコースターとかはこうもう乗り物に乗せられてこう乗り物に振り回されるけど、バンジージャンプはもうロープしか繋がれんくて、もう自分がヒューっていく、自分のタイミングでもヒューっていくから怖いとかじゃなくてもうもう何自爆しとるよ、もう行ってきますバイバーイみたいなもうあれはやばすぎ。バンジーとジェットコースターどっちが怖い？バンジーでも人生で一回しかやったことないっけな。ジェットコースターは全然怖くない、バンジーはもうやばい、やば怖怖いよバンジーはマットさかわいい、ありがとう、うん、あれはもうもうこれでもう人生終わっても悔いはないぞみたいな感じの強い気持ちが必要そうやっほーいって感じの気楽な気持ちではいいけど、もうこれでもう人生終わっても私は悔いはないと思ってヒューって自爆しとる感じよねまあそういう気持ちでやったらいけるかも。スランプくんハートありがとう。そうだって、ロープ切れたらどうすんだってピーポー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 パパパパパ、え契約書みたいな、えそうあれめっちゃ怖いな、契約書みたいな書かされる、なんかどういう契約書やったっけって忘れたけど、なんか書いたわ確かに、たどり着き、えそうなんか飛ぶのはもう一瞬だけど、そこまでに登るのが怖い、エレベーターとかでヒューンって行けるわけじゃないけどさ、こうだんだんだん着実にこう自分で階段を登ってからだんだん上上がってくからさ、それが一番怖い。誓約書それ誓約書って言うんですかそれ、誓約、それそれそれ、あ責任負いません、あそう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 、同意しましたみたいな書くよね、やばいねあれ、あれが一番怖いわ死んでしまってませんやばなんどういうことそれはもう怖すぎん、やばいよな、あの紙変えたのは怖かった。でもあれいつ、さっきと一緒にやったんですよ、岡山のやつで、いつ、夏だった、でも2年は経っとるよね、もう2年前ぐらい2年経ってる、2年前の夏休みとかになった、
そう、和集山ハイランドで2年は経ったよね。3年は経った。2年前の夏休みになったかな。あれはもうやりたくない、あれはもうやりたくないよ。二期生なんだ。そうやね。そうですね。パンチ。パンチ。3、2、1、パンチ。パンチは嫌だ。ジェットコースターに乗るロケしましょう。ジェットコースターに乗るロケやりましょう。あれさ、情緒不安定になるけ、ジェットコースター。そこで並んどる時はもう余裕で。もうこんなん余裕じゃわって思っとって、でも乗って出発する直前になったらもう無理って逃げ出したくなる気持ちになって、そう、もう振り回されとる瞬間めちゃめちゃに叫んで、そう、でも何、ジェットコースターが降りた瞬間、ああもうこんなん余裕やったわみたいな。そう、めっちゃさっきはね、めっちゃ叫んどったけど、もう最高、こんな余裕やわって気持ちになる。もう気持ちいろいろ。情緒不安定人間になるよ。スカイダイビング、え、絶対怖い、あれ絶対怖いやろ。スカイダイビングで想像もできん、雲の上まで行ったことないから想像もできん。どういうあれなん、スカイダイ。でもさ、あれ上にさ人おるよね、なんか上に人おってからさ下に自分乗るんかいね、あれって一人ではいかんよね。どういう、スカイダイビング無理よ。パラシュートが開かんかった最悪やんな、無理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 、怖すぎ。インストラクター、そう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 、タンデム、ええ一人で行くやつもあるん、初回から一人無理よね、それな、素人は無理よ、だってどうやってポケモンでどうやって着地するか分からんよ。慣れた人は一人で飛び、やばマジやばすぎん。はじめまして、フォローしました、嬉しい、与田さん推し、嬉しい、ありがとうございます。ない、スカイダイビングはない、やったことない、やりたくない。やりたくない。タンデム、バイクの二人乗り、いや、バイクの二人乗り、着地失敗したらもうやばくない、足折れそうなんやけど、ポキッて足ひこずりそう、ポキ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 、怖っ。秋吉ゆかさんとは話しました、柏原くんの時の予選放送の時にツイッター書いてくださって、めっちゃ嬉しいと思って、リプしたら、そう、ゆかさんがそう1位になられてはびっくりして嬉しすぎて DM を送りました。もうツイートはできなかったから、そんな時間そう、ツイートめっちゃしたかったけどツイートできないから DM を送りました。LINE とかは持ってないから、いや、次会ったら絶対 LINE 交換する。トロロロトロトロロロトロ、バイク似合いそうだ、あれさ、バイクバイク乗りたいな、バイクブラン、ブラン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 、バイクでなんか今日公園来ましたとか言ってみたい。そう、今日何で来たの、今日バイクで来ました、いや言ってかっこよくない。ありがとうございました、声ありがとうございましたってなって着替えて帰る準備してバイクで帰る、ブルーン。めっちゃかっこいいやん。
カールなんで。なんでなんでやねなんでやねんねんねん。革ジャンそんな革ジャンでキラキラのヘルメットかぶって、ここのメガネ、メガネ付きがいい、メガネ目まで隠せるやつやって持って帰ろうかな。足届く届くやろで届くやろ。片足つま先の地でなんとか地やめてえ、その足つかんとかある足つかんとかあるんですか。170は届かんやつは嘘。どうやってやるん、どうやって止めるんどうやって止まっとくんや、信号の時足つかんかったら。大人っぽい感じもし、可愛さは嬉しい。プレピヨン。今日はね、そうだね、大人、秋、大人。このブラウスめっちゃ可愛くない？もう一目惚れした。そう、ママは、ママに言うような形可愛いけど何に合わせるんなー言われて。そう、これ何に合わせるなー言うてから、そう買うのためらわれたけど、絶対これかわいい。この襟とこの袖がキュンってなっとる、パフスリーブからのキュンって手首がなっとるところと、そうここがねキュンって細見えするところがめちゃめちゃにかわいいです。この袖がヒュンってなっとるところとかわいいでしょ。何でも合うやん、下なんか言うて説得、めっちゃ説得してゲットしました。下ジャージ、下ジャージはやばい。黒、黒だったら何でも合うやん。緑、緑と黒の相性は最強。そう、最近これに合わせてレザーの短パンとか、レザーの短パンとレザーのプリーツスカートととかもゲットしました。黒のね、そう黒のレザーとか、今日はチュールスケスケのスカートやけど黒入ってたら何でも合うよ。そうジーンズ、そうスキニーズボン、上が甘々甘々だからね、あの破けてる黒スキニーとか履いて、甘辛コーディネートしてもいいと思います。すごくおしゃれ、本当売れぽよです。耳にね、イヤカフって言うんですか、なんかあれをね初めてつけてみたやんよ。今はもう取ったんですけど、あれなんか意外と痛かったそう、300円均一みたいなとこ、300均じゃなくてなんて言うんだ、そのイヤリングとかピアスとかネックレスとかチョーカーとかのアクセサリー系がなんか全部300円ぐらいで売ってるところがあるんですけど、そうあそこでね、ちょっと、ね、イヤカフってなんやろうなと思って、なんか挑戦して買ってみたい。そうそれを初めてそうつけてたんですよ。こっちに1個とこっちに 2個、ここら辺に。そしたらなんかめっちゃ痛かった300円やけかな、ちょっともうちょっとするやつだったらそんな痛くないんかな。初めてつけたイヤカフ、イヤカフ落ちんのかなと思ってたんや。なんかイヤリングやったらなんかネジで調節してからキュンってできるやん。だけどまあ落ちんけど、そうなんか初めてつけたイヤカフ、イヤカフそう
痛かったあれは。つけとるときは何も感じんかった、アドレナリンか分からんけど、つけとるときは別にそんなやったけど、なんか外そうと思ったらめっちゃ痛かった。えっ、いや、イヤリングとさ、イヤリング感覚でこうさ、チュンチュンってこうパンパンって取ろうと思ったらめっちゃ痛くて取れんかった。やっぱね、お値段以上なんかな、金具のとこによると。ジェシーに聞いて、ああなるほどね、なるほどなるほどよ。うん、アドレナリンそう、外しからこうポンポンってこう取ろうと思ったらイヤリング感覚で痛かった、痛くて取れんくてこう「痛い!」ってそーっと取った。一瞬気のアドレナリン、今何をするべきかさ、ワンチューリーレダンダダダダン、歌って踊れ、うん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 、明日ってさ、なんだこのこのゲーム会は。ボンジョルさん、音符ありがとうございます。なんか知ってますか、これはハンナカタとやるやつ。なんかな、違うやつかな。ちゃ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 らちゃ、知らん、あ知らん、そう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 、オンラインでなんかゲームするみたいな。これは当選された方のやつ。そう、ゲームするん、なんか放課後ホームルームあったじゃないですか、あれの、そうゲーム版、クイズ版。そう、ありみちゅ、え、そう、みちゅと2人なんですね、すごい、2人ずつなの、はい、さみちゅと、嬉しい嬉しい、デジタルスティックしか当たらず、シール当たった、よかった、シール。これは何なんやろか、ハンナカッタと一緒にやるやつ、なんか楽しそう。よろしくお願いします。関係ないから拍手で。アリサも全然ね、今日のやつももう何全然把握してなくて、そう、なんかアリサらが待っとけみたいに言われたところに、そうファンの方が来てくれてから、うおーみたいな、それでなんか紙を渡されて、なんか分かった、やっと状況理解って感じほんまにいい、そう行く時も、そう なんでここに座っとんやろうかなって思いながら、今が何すんやと思って、ずっと状況を把握できてなかったけど、待ってた部屋にパカッて来て、おおってなって、なんでなんかあれ、あここかと思ったような、紙とペン渡されて、あー理解ってかやっとそこで分かったよそう行き当たりばったり、人生はノリ、人生ノリノリ明日も何のやつなんやろな、行ってみないと分かんにゃいって感じ。明日も行ってみにゃいと、これ行ってみてからのお楽しみですか。江戸島ツアーはできてない11月1日なのは今日知った、今日教えてもらったみちゅにそう、ほのたんとみちと江戸島行くのはそう知ってた、なんか見たけど、
そう、11月1日、来週、もう来週の日曜日だったっけ、日曜、土曜、来週の日曜日とかだったのはもう今日知った。そう、今日みっちゃんに教えてもらった。いつや、え、あれいつ、来週、来週みたいな、もう来週って感じ。あれはほのたんについてたんですよね。ほのたんガイド、ガイドマンでしょ、江田島ガイドマン。ほのたんについてって江田島を堪能。え、あれさ、江田島はなんかね、江田島となんか二之島がなんかごっちゃになっとんよ、わかる。二之島、うん、そう、野外活動で行ったことあるんですけど、でも小学校の時のやつが江田島だったか二之島だったか、中学校の時が二之島やったか江田島やったか、ちょっとわからん。そう、まあとりあえず江田島と二之島になんか野外活動で小学校の時と中学校の時行ったのを覚えてるんですけど、いや、どっちが江田島、どっちが二之島、あって感じ。曖昧、曖昧な記憶。宮島はわかる。江田島のクイズ、え、わからん。江田島のクイズ、どう家から江田島正しいわ。すごいよね、ズームでつなげてさ、江田島行った気分になれるん、すごくない？そう、 でもアリスの予想では江田島はあれだった、中学校カヌー、カヌーやった気がする。違う？エッサーホイッサー、エッサーホイッサーでカヌー体験した気がするけど、それ江田島じゃなかったかな、分からん。曖昧な記憶。スケボンくん、バラありがとう。こんばんは。カヌー体験できるかな。小学校の時はキャー、ねカレー作ったり、カレーとフルーツポンチみんなで作って、キャンプファイヤーやって、何したかな、覚えてないや。小学校5年生の野外活動覚えてないや。江田島、二之島、大きさが全然違う。そうなん、そうなんや、カヌーって言っておれば。あ、体験したい場所に、なるほど、カヌー、カヌー、カレー作る楽しい、そう、カレー作る楽しい、ご飯も、あのご飯からも炊いたんですよ。え、あの何、釜、なんだっけ。なんかあるやん、ご飯炊くやつ、火をキャーンってつけて、そう、お米入れて、水入れて、プクプクプクみたいな、もう炊飯器でヒューンってやるんじゃなくて、飯盒、あ、そうそうそう、そんなやつ、そんなやつ、そんなやつで、もご飯も一からやって、そうそうそう、飯盒炊飯、それ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 。それだー、それそれで、カレーも普通にこう作って完成。炊けつつでご飯だけ、こ、あ、そう、おこげが美味しいやつ、そう、飯盒炊飯してカレー作った記憶ある。めちゃ美味しいよね、あれ、普通に家で作るより美味しいよな、わかる。なんでなんかな、頑張ったから。頑張ったからかな、グツグツ煮込んで、そう、楽しかった、楽しかったわ。江田島観光ツアー何すんかね、楽しみ。江田島楽しみやにゃん、にゃんにゃかにゃん。 YouTuber みたいに持っとくんかな。こうやってスマホをこうやって
みんなに見せてあげるんかな。デジタルツアー、確かに普通に行きたいよね。もう画面バリバリバリってやって そっちの世界行きたくなるやんね。どうなん、顔出しなかな、怒らん。でも楽しそう楽しそう、顔出しがいいね顔出しがいいね。画面の奥に入れるし すごい、なんか匂い感じ取れるとかどう？うん、顔出しなんか見れて聞けるやん。だから次はそう10年後ぐらいなんかこの画面越しでもそう画面越しでも匂い感じれる、風漂ってくるこっち側にみたいな機能つくんじゃね。20名ぐらい、そうなんや。4D。匂いだけだと余計食べた、確かに。めっちゃ食べたくなる。変な香りは。変な香りもみんなに体験してもらわんといけんやん。そんなそんなんな、めっちゃさ、なんか一回さ、これを忘れられん出来事ないけどさ、なんかめっちゃさ臭いところになんか行かされたとこ時あるんよ。トロちゃんとジホンヌとそうなんか3人でなんかめっちゃ初期、めっちゃもう初期らへんの頃にロケしとって、なんか 3R みたいな、ゴミのね、なんか分別みたいななんかそんな感じだったよ。そんな感じでなんかここでゴミ、なんかゴミ分別されてますよ的ななんか感じのところに行ったんやけど、めっちゃもうやばかったよ本当に。もう死ぬぐらい、もう死ぬんじゃないかってぐらいね、臭いところ連れてかれたことあるもん。もうね、そのこの箱の中が臭いですとかじゃなくて、もうこの全部が臭いのもうあれはね、価値忘れられんかった。そうこのもう何、そうバスとかで移動してたから、このバスのドア開けた瞬間からもうボーンってこの空間自体がもう臭くて、もうずっとそうトロちゃんとチホンヌの髪の毛髪の毛に寄ってたくっついてから臭すぎて、そうトロちゃんとチホンヌの髪の毛めっちゃいい匂いだったからそうもう最悪、あれはほんまに忘れられんかった。罰ゲームとかない、別に。なんかもう何、ゴミのロケみたいなゴミのロケみたいな感じだったけど、もうずっとくっついて髪の毛に合ってて、もう死ぬあれは忘れられん、一生忘れんよあれは。うんあれやばかった。そういう匂いも伝わるようになってほしいよね、画面、その画面越しで、テレビで放送されとったら、テレビ越しで伝わってほしい。匂いに関してコメントしたらめっちゃ一生懸命伝えて、やばいって感じ一生懸命。炭治郎なら地獄やめて、確かに鼻が効くから炭治郎あれは覚えてる人おるかな、なんかもう 3R みたいな。宮脇さんも一緒にいた気がする。めっちゃ初期よ、でもあれはめっちゃ初期。
の頃あれはやばかった。チャンネル変えてしまうか、やめて、なんでそんなことすんの。録画していたよ、本当嬉しい。あやさん、さすがや、さすが女神、女神、女神、前髪、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 薄くしてる極限。そう、薄いのがいいなと思って、自分あともうちょっとね伸ばしたらこうマリナみたいな、わかる、こう今はなんかまっすぐみたいなあれなんですけど、もうちょっと目のこんぐらいまでかな伸びたら、そこをちょっと曲げる、こんな形のあれができる、こうちょっと丸くできるやつ。え、毛先、そう毛先をこっちに向けてなんか L 字みたいな、ちょっと毛先曲げるやつがもうちょっと伸びたらできるから、そう、それがやりたい。ここをカクンカクンと曲げるんですよね、よくあるやつ。ちょっとやってみたいな、まっすぐまっすぐ前髪パッツンパッツンって言うんかな、よう分からんけど、それもいいけど、くくくくかこんってこう曲げるやつやりたい。今やろうと思ったら、こうなんかいつの間にか眉毛の上になっとる。そう、目短すぎるのもあるし、アリサが下手すぎるからめっちゃ曲げちゃうから、そう、こうなるね、眉毛のいつの間にかもなんか前髪眉毛の上でこうなっとるみたいな状況になる。もうちょっと伸びたらやりたい。え、みちみたいな前髪、え、みちめっちゃいいよね。みちはもうこうまっすぐじゃない、まっすぐちょっとこうなっとるか、ちょっとこう自分の方向いとるけど、でもまっすぐで薄でここ全部綺麗、まっすぐピーンって感じの前髪。難しい。 M 前髪は M 前髪とかあるよね、こう M みたいな。よかしすぎやろ。M は似合わんわ。M 前髪。センター分け。センター分けやったらもっとこういう感じする。わからん、もうやり方がわからん。ベジータ。やめてー。やめてー。前髪自分だよ、前髪っていうか髪の毛自分ですよ。お団子しようと思ったの今日、でもね、なんかね今日うまくいかんかった、昨日うまくいったのに、自分のお団子、そうお団子しようと思ったけどできんかった、今日なんかポニーテールでいいやと思って。今日お洋服はザラです。ザラ、下は野々村かのんちゃんプロデュースコールミーベイビーの黒チュールワンピースだね、何スカートスカート、このネックレスはイートミーってところのやつですね。ね、昨日お団子うまかったよね。もうちょっとなんかここら辺でめっちゃ高いところでポニーテールしてこうやってみたいけど、なんか今日ねボサボサ団子にしかならなくてね、そう、みんな髪の毛おろすやろなと思って、そうポニーお団子しようと思ったんやけど、ちょっとお団子はなんか今日下手くそだった。昨日お団子めっちゃうまかったんやけど、
でも今日のお団子はちょっとずれとるセンターがそうこうねこうやってやったら分かるんやけどね、なんかねちょっとこっち寄っとんよ、結び位置がこうのここの一番後ろのこうセンターにこれが来とるわけじゃなくて、ギョーンって感じ、ちょっとこっち向いとるそうドセンターじゃないポニーテールちょろぎあり前がよ、いや本当公園でさ前髪下ろしとるポニーテールやったことないからいつかやりたいですね。腰服とかあるけどね普通に。チャゴキって母さんと山賊ない、マジ山賊いいね、行ったことない山賊、裏山ピーな。めっちゃさ無意識にさなんか歌ってしまう歌がさそう最近めっちゃ歌っとる、ねえ もしかしたら決勝で歌おうかなって思っとる歌やから、そうやばい無意識になんか流れてしまう流れてまうやばい、聞かんかったことにして分からんか、分かるかな、イントロドンみたいな感じになっとるけどさそうもう最近毎日のようになんかそう決まったわけじゃないけど、そうもうこれにしたって決まっとるわけじゃないけど、そう歌いがちやからちょっと無意識のうちに歌っとるからやばいさっきからもう4回ぐらい歌っとるやばい、もうあえこの歌かなって思ってもちょっと気づかなかったことにしといて決まっまだねそう決まってはないんですけど、そうこれにしようかなと思って最近毎日歌ってるやつだから勝手に頭の中で流れてさ無意識に歌っとる馬ありがとうマイジャパンさんありがとう、ちょっと待って、かわいいわ嬉しい、プルシンシンプルに嬉しいわ、嬉しい、ゴー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 そやゴー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 、でもなんかもうない色がないな、色がないな、謎解き終わってからさ写真撮ろうと思って見たらさなんか色なかったもん自分自分色なくてびっくり、そう口の色もなかったしほっぺたの色もなかったし、色がなかったことないアリさん生きてた、顔に血色ありましたか、プルシンにシンプルに、顔に色がないやめて、顔に色がない理由はただあれやん、メイク薄いだけやんやめて、夢に色がない理由ならちょっと深いけど、顔に色がない理由はもうただメイク薄すぎるだけやん、もうそれかすっぴんかすっぴんかメイク薄いかどっちかやん、夢に色がないのは答え合わせするためさ色ないだった変わり色だったやっけ、そう色付きのリップつける、うんうん、チークとリップの大切さってそれな、チークとリップの大切さ
それは思うわ確かに血色感、血色感の大切さ。涙袋にも色入れる早からさ、ありさ涙袋ね、二手に分かれるよね。ぷっくりするためになんかハイライトとかのさ、もう色とかは入れんくて、白かラメラメかしか入れん派か、そう涙袋にもちょっとオレンジっぽいアイシャドウを入れる派か、そうおるやん。アリサ涙袋にも色入れる派やから、涙袋とチークと口に色なかったらもう死んでる。死んでるよ。こんみゃおやん。今日かなり漏れて、本当？よかった。よかった。それは。死んでるよ。涙袋よ、色入れ。いろんな、なんかね、知らぬ間にね、なくなっとんよ。わかる？なんか色をつけてキラキラもつけたらね、なんかいつの間にか色がなくなってキラキラだけ残ってるだからもう目キラキラ人間みたいな、色はないけど目キラキラ人間みたいになってる。そう、急にいつも思うけどいつも思うんですけど、ねえ涙袋、それな印象か、この外だけに入れるんか、もうチャンチャンってやって囲みメイクみたいにするか、そうなんかいろいろやったら変わる、面白い。スランプくんハートありがとう。チョコパイ食べた？いいね。チョコパイ1回しか食べてないけど、あめっちゃ早朝に食べながら配信したやつ1回きり。チョコパイ食べたくなったやんけー、どうしてくれるんやいどうしてくれるんやい。今日の今からの予定を立てよう。もう9時や、早っ。今日はもうね、やばいやばいですよ。アリコンでやろうとしてるやつをまだまだとか言ったらあれなんですけど、まだ1、2、3、まだ4、5曲しか歌えるようになってないの、やばくないですか申し訳ございません。そう、これ11月始まったらすぐやるのでね、少々お待ちください。 NGT アリコンの歌をもう5曲、今日の目標は5曲を歌えるようにすることと、ドラムやらんといけん。ドラムと歌とで宿題、学校の宿題よね。そう、もう早めにね、終わらせようって決めたんです。ポッキーの日提出なので、皆さん覚えとってください学校の課題はポッキー&プリッツの日、11月11日に提出なのでね。そう、今日理科と英語もやろうかな。5教科で昨日社会終わらせたんや。だから理科と今日は英語終わらせようかな。国語と数学はもうとりあえず置いとこうとりあえず置いておこう。理科と英語終わらす、ここに置いとく。理科映画終わらす。オッケー。今後の予定立ちました。そう、昨日の夜中に社会終わらせた。
英語手伝いよ、英語手伝ってほしい。英語コミュニティ英語と英語表現っていうのがあって、もうお分からん。英語はもう教科書見んとマジで分からんそう、英語はあの、じゃあ今日今から一人であのやってから、分からんとこがあったら英語配信しますわ、またそう、また英語配信させてください。ヨロピヨン、今からもう一人で黙々とちょっと教科書を参考に、そう、問題を解いてみる。もうね、数学とかね、もうやばいんですよ。あの図形というかさ、わかる？三角形のやつとかになってしまってさ、チラッと見せるとこんな感じです。こんなね、もうあの計算系じゃなくて x プラスとかの計算系じゃなくて、こう図形系になったんですよ。このシムクラッシュターンみたいな、なんかもうって感じの、もうわけわからんやつになったから、もう無理です。アリサは数学はもう無理です三角比、そう三角比の値を表にまとめなさい。もうわかりません、これはもうついていけません。三角比が一番いい嘘でしょ。そう、図形苦手なんよ。計算系はできるの、 x プラスとかこうとかできるけど、図形とか無理なんですよ。そうだから、これはちょっと葵ちゃんとかに聞くお話し会とか始まりますよね。10月31日にあるよね、お話し会とかで葵ちゃんとかみつとか福ちゃんとか、頭良いメンバーに聞くのがもう一番マイジャパンさん、ハートありがとう。え、葵ちゃんやばいで、葵ちゃんにね、だって教えてもらったんよ、前のやつ、この先月分、そう、この10月分のやつ、葵ちゃんに教えてもらった。すごいよ葵ちゃん、なんで覚えてるんって感じ。そう、普通忘れるやん、普通忘れるのにやばいよ葵ちゃん、賢い、頭良すぎ、やばすぎな。ソルハやめときなさソルハやめとくよでもソルハワンちゃんね、去年習ったことやけん、できて当たり前やろって感じやなそれは去年習ったやろ。マリナはやばいマリナはもうわけわからんこと言い出すから、そうそう、わけわからんこと言い出すからもやばいアリさん頭いいかい、そう、アリさん頭いい感じに見られるんや、どう、なんでやろね、なんでやろねえ、マネで勉強できるんかな、分からん、聞いたことない、聞いたことないけど、あの国語のこの前国語のなんかテストがなんかあの合格点足してなくて、なんか追試みたいなあるじゃないですか、もう一回やりましょうみたいなやつになって言ったんですよ。そこの国語のテスト落ちたから学校行きますって言ったら普段から正しい日本語使ってないからよって怒られましたそう、普段から正しい日本語をたくさん使ってないから国語がダメなんだよってね、怒られました。すいませんで、バカにされる、そっから国語のテスト落ちたってから赤にされる。でもね、全然ね、あのね、そんなね、ボンミスやったんよ。そう、全然あの日本語が、あの日本語の形成とかの問題じゃなくて、なんか分かる、漢字を間違えたとかでもなくて、ボンミスやったんですよ本当に。そう、ボンミスって感じ。なんか昔のこ古文とかのところとか
おお、ちょっこり間違えてた、ちょっこりが全然日本語正しい。アリサの日本語は正しいんですけど、テストのボンミスだった。それでそのボンミスが2個3個なかったら合格点達してたからもう100点だったんやけどね。そうでもそっからめっちゃバカにされるから悲しい悲しい悲しい。今度数学聞いてみようかな、わかるんかなじゃあ頭の良さテストしてみるね、今度また報告するわ結果どうだったか報告するわ。タランタタンタラダランタナタラタランタン。トムトムさんハートありがとう。報告あったら任せろり。テンはシングとコス。そうそう、それなんよう分からん、あいつ分かってないなんでさ数学なのにさアルファベット出てきたってなってる今。そう、何これ、シンコスキンタンタンみたいな、なんで数学なのに英語出てきたみたいなまずそっからもうちんぷんかんぷんやからやばいやばいよね。今から勉強しますサインコサインタンジェン、全然読み方違うじゃん嘘シングサインコサインタンジェンコゴちゃんからできたわコゴちゃんやっと帰ってきたんやけど、そう、なんか見知らぬね、もうどこに生存しとったんかわからんかったもん。このここ一周岸壁ライブ終わってからずっと、そう、でもやっとなんか広島帰ってきたらしい。どこ行ってたんって感じよかった。マットさんだるまありがちよ、だるまありがとう。はあ、もう早いもので9時半ですね音信そうそうそう、もうどこで生存してたんかもわからんところ行ってた多分佐賀帰ってたんかな。それにしては長すぎるような、そう分からんけど広島にもらんかったよずっと。そう、ご飯行こうって言うてもさ、今広島おらんからどこらんって感じだったずっと行方不明やったけど、やっと帰ってきた。うん、マットさんだるまありがとう、ありがとう。それではそろそろこの配信終わりたいと思いますちょんちょちょん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 、無人島まさかの無人島いたんかな。よう生きとったな、そうやったらよう生き延びたな。それではダダン、キャッチフレーズいきたいと思います。アリちゃん推しになるのはアリーアリーアリサゴーシュコー。はい、ありがとうございます。高校1年生のアリちゃんこと水無瀬アリサです。イエーチュンタツンチャンチャンチャチャンチャンチャララチャ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 じゃん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 。ではギフトを読みますね。チャピチャピさん、マイジャパンさん、マットさん、トムトムさん、ティーダカンカンさん、スケーモンくん、パンジャラさん、チャコキッチャン、スランプくん、マットさん、ルーム長さん、パンジャラさん、エリックさん、母さん、ヤスレイさん、クリちゃん、サイモンさん、リンタロウさん、フーさん、マットさん、トリコボーズさん、カラコン野郎、ヤスベーさん、ソイチロー、ハッシー、ピョン、ピョン、ピョン、ビョン、ビョンちゃん、
ひろたんたん、ひとりごとさん、てっちゃん、りんたろうさん、やすべえさん、かあさん、ふくちゃん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位かんちゃん、12位エリックさん、11位ティルカンカン、10位シーバーマサヒロさん、9位ゆうぼうさん、8位ワンデラモンスターさん、7位ひでじろうさん、6位てっちゃん、5位サイモンさん、4位ひでさん、3位そういちろうさん、2位ひとりごとさん、1位はよこれしょ、1位はやすべさんです。ありがとうございます。パチ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 、今日はね、今日は謎解きのイベントに当選された有峰推し軍団の方々本当に誠にありがとうございました。難しすぎてアリスは何も分かりませんでしたが、皆様のおかげで無事にゴールして、でご褒美観覧車をすることができました本当に良かったです。宿題頑張るしそうですね、宿題やって歌ってドラムやって、これからの予定はそれでいきます。軍団員の皆様ありがとうございました。本日は誠にそれではまた明日、明日から月曜やん、やばー、明日からも頑張りましょう皆さん、ファイト。それではおやすみ、また明日、ありがとうございました。バイバイ、明日からも頑張ってください。